回は豚肉の油揚げを炒めたのを追加させていただきました。豚肉のコクと旨味を吸った油揚げが一体となって癖になるうまさ、白いご飯に進む炒め物ですよ。それでは作っていきましょう。材料は豚肉切り落とし 200g、 短冊に切った油揚げ2枚、タケノコ 10kg、 スペードした絹さ8枚、生姜のみじん切り小さじ1です。豚肉に下味をつけます。塩コショウ、酒、醤油を少量ずつ入れ軽く揉み込みます。卵を小さじ1を含ませ、片栗粉を小さじ1入れ回していきます。最後に油を少量入れ、コーティングしておきます。大さじ1の油を入れ、鍋によく混ぜます。豚肉を入れ、炒めていきます。肉全体に火が通るように、お玉で広げるようにして炒めていきます。肉の赤いところが見えなくなるまで炒めます。100円まで炒めたら、油を少量足して、醤油と豆板醤を小さじ1入れ炒めます。タケノコを入れます。油揚げも入れます。軽く炒め合わせたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ1入れます。鶏ガラスープまたは元を取るための小麦粉を入れます。砂糖を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。オイスターソースを小さじ1入れます。彩りに絹さやを入れ軽く炒めます。最後にごま油を少量入れ香りをつけます。皿に盛り付けます。これで豚肉と油揚げのピリ辛炒めの完成です。お手軽に作れるので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。